どうもです。どうもです。はい、というわけで今回はですね、しょうちゃんにモニタリングをやっていきたいと思うんですけども、そのモニタリングっていうのがですね、もしもしょうちゃんにしか見えない精霊が家にいたらしょうちゃんはどう反応するのかモニタリング、イエーイ。ということで、僕は見てないんですけども、僕の隣にはデーネル・ガンダーさんというね、カーネル・サンダースさんのね、あのご子息の精霊がね、僕の隣にはいるんですけども、そのね、精霊さんに協力してもらって、まあ、リビングでこう一生ね、こんな感じで立ってもらっていると。僕とかは翔ちゃんのお母さんはそれが見えてないという状態で、翔ちゃんは無事に怖がらずに精霊さんと一緒にね、仲良くできるのかという、現状でございます。それではメイクってばすごいです。ファミチキ。お邪魔します。しょうちゃん久しぶりやな。久しぶりや。しょうちゃん元気？元気。元気か。すっきりしたな。軽いし？これは石灰石やから。まあこれだよ。これなんでしょう？あ、サンタクロースみたい。あ、今流行りのデーネル・ガンダースに似てる。なんか今流行りの4歳にしか見えない精霊さんがいるんやって。はぁ、そんなこと嫌。そんなお化けみたい。お化けみたいなのがいるらしいよ。花尾さん、花さんの動画見た。さっき花尾さんの動画見てた。うん。しょうちゃんじゃあ入るか。入っていいよ。入っていいよ。しょうちゃんアイドルやな。アイドルや。アイドリングやね。ねえねえねえ、今日さ、アイドルあのさ、これ。え、なんかいる？めっちゃ怖い。何もおらんやん。何がいる？トナカイみたいな。トナカイおる？どこによ？これや。どれ？なんか動いてる。これ誰？おじさんには何も見えへんよ。僕は見える。傘持ってる。傘見える？おひげと頭がコソコソで、なんか足も変で、うん、なんか怖いやつや、それ。何もないや。フルパンチしてやる。うん。サーキューニキッキ。パンチ。何が起こったの、しょうちゃん。でも何もおらんね、でも。すごい。何もおらんし。あれ、なんか今、動いたように見えた人が違う？うん、ゴキブリかもしれん。ゴキブリ？うん、ゴキブリや。しょうちゃんはなんか見えた？うん、見えた。どんな人？なんかサンタクロースみたいな人。その中、その人多分デーネル・ガンダースっていう人なの、多分。その人多分ね、トミカ持ってるよ。もっと物足りへんな、それは翔ちゃん。お願いします。くだ、ありがとう。ありがとうね。ありがとう。優しい。デーネル・ガンダーさんはもっとプレゼント持ってるよ、いっぱい。お願いします。
お、すごい。ありがとう。ありがとう。何それ、翔ちゃん。何それ、翔ちゃん。欲しかったそれ、翔ちゃん。欲しかった。あ、欲しかったんや、それ。それ、一応いらんっていう体で買ったんやけどな、それ。お願いします。もっとよこせって言うの。もっとよこせ。ありがとう。ありがとう。何それ、何それ。糸だよ。糸。何もらった。糸だよ。糸。え、翔ちゃんこれ嬉しかった、これ。ガンダムみたい。ガンダム、これガンダムみたい、これ。うっ、お願いします。レンゼルガンダムさん、持ってくれ。これ何だ。何それ、何それ。何もらったん、これ。ただの毛や。へぇ、これどう、嬉しい、これ。嬉しい。なんかよかったな。もっとくれ。もっとちゃんと丁寧にお願いしなあかんでしょ。どうか僕に今後の富をダグラクしてください。富か、とこれ。ありがとう。すごい、なにこれ。ありがとう。なにこれ、なにこれ、翔ちゃん。5本やん、5本。なにこれ、読んで、これ。わかんないよ、これ。なにこれ、翔ちゃん、これ。大人が飲みやすいやつ。富があげようよ。終わりじゃん。嬉しかった？嬉しいよ。これからもあれ使ってしっかり楽しんでね。うん。というわけで、翔ちゃん、ん、もしも翔ちゃんにしか見えない精霊さんがお家にいたらどうなるのか、ドッキリでした。はい。ピザピザピザ。ピザピザピザやな。翔ちゃん、こうびっくりした。うん、本当天才のやつだ。本当天才のやつや。